まあ、一回ちょっと1年間競技にもうのみ集中してみようと思いまして、なかなか燃え尽きないもんで、もうこれはもうちょっと最後もうちょっと頑張って見ようかなと思いまして、それでまあヨーロッパに挑戦してる、まあ、日本ほどを選ばせてもらいました。まあ、これ終わってからすぐイタリアの方に行きまして、でイタリア、フランスのレースを転戦してから、日本に帰ってきて、であとはツアージャパン、熊野、あと韓国とかですね、全然日本に行けて、そういう前半はそういう形で今、計画を立てまして。彼らバリアーニ選手なんかもう経験豊富でね、まあ、僕も昔から彼のことはよく見てきたというか、まあ、すごい選手なんで、やっぱりいろいろ僕も勉強できるかなと思いますし、まあ、そういう意味で、あとはまあコロンビアのね、ジュリアン君も、すごい、まあ、今ルームメイトですけども、すごい陽気で。まだね、何言ってるかよく分かんないんですけど、彼スペイン語とイタリア語しか喋らないんで、ですけど、まあ、今一生懸命勉強中ですね。すごい気のいいやつで、まあ、みんな刺激的ですよ。クライマーもね、今回うちのチームもいるんで、まあ、彼らの、ね、クライマーのアシストもできまして、まあ、チャンスがあれば自分も逃げて、ステージ優勝を狙っていきたいとも思いますし、まあ、ちょっと自転車も全然変わったんで、乗り方も全然違うんで、まあ、それ乗り方とかポジションを変えたことがプラスになって、すごい登れるようになってればいいなとか思ってるんですけど 僕のスタイルをみんな知っているとは思うんですけど、まあ、それで、まあ、でも監督ね、アルベルト監督の、作戦に従うまでなんで、もう行っていいって言われたら行きますし、まあ、自重してくれって言われたら自重しますし、そこはもうある程度、もう大人ね、まあ、自分の中でこうバカになるときは、バカになっていいときはもちろんバカになるしけど、ちゃんと自重しなきゃいけないときはちゃんと自重して、そういう、まあ、走りを区別するというか。逆に意識的にバカになる時もありますけど、そういうのはやっぱり、まあ、調整しながら、やっていきますね。